これから私たちは日本百景の一つ名勝芸備景の舟下りを楽しみたいと思います。女船頭の菅原美里さんの歌芸備追分を聞きながらのんびりと景色をご覧ください。芸備景は例年10月下旬から11月中旬頃が紅葉の見頃となります。芸備景の舟下りは全長約2キロの往復で、所要時間は1時間半程度となります。大正14年10月8日、国の史跡名勝天然記念物に、名勝指定圏内第1号に指定され、日本百景の一つに数えられています。舟下りの中ほどに、中国の桃源郷になぞらえた小桃渓があります。岩壁の合間の渓谷に、一筋の水が流れる水墨画のような名所ですが、この陰には、平泉藤原の落ち人が住まう30戸ほどの集落があり、砂鉄を取って暮らしていたと伝えられています。では、一緒に紅葉の景色を楽しみましょう。そいそい、そい。よき。Oh.
この景色に
最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。この動画が少しでもあなたの役に立てたなら幸いです。よろしければ、チャンネル登録とグッドボタン、ベルマークをクリックしていただけましたら嬉しく思います。コメントをいただけましたら励みになります。今後とも当チャンネルをよろしくお願いします。